高級都市王は日本キリスト教団の牧師、チーロバ牧師として知られる榎本康郎の議定。1922年、陸軍軍人であった高級太郎の長男として和歌山県和歌山市に生まれる。神戸第一中学校4年の時、海軍兵学校に入学し、1941年、70期としてこれを卒業。卒業後には、 連合艦隊勤務となり、士官として、戦艦、霧島に、乗務、1942年には、ソロモン海戦で負傷している。その後、戦艦、山城、駆逐艦、下月に続けて乗務するも、1944年9月からは、結核のため療養となりそのまま終戦を迎えた。終戦時の階級は、海軍隊員。終戦後は、 一世で、真珠養殖の事業に携わっていたが、キリスト社であった母の誘いにより、1950年頃から、榎本安郎牧師の成功教会に集うようになる。戦後軍人から公員になった父親が自殺したことにより、借家を出て、教会で、榎本家と同居する。榎本の官化によって、キリスト教に心打たれ、後に、WQ マックナイト宣教師から洗礼を受ける。 宣令を受けた後は、榎本の保育園や教会を手助けした。時の政府は高級に、海上自衛隊への入隊を講ったというが、高級はこれを断り、大隅で農村開拓伝道に携わることとした。ちょうどこの時期に、榎本康郎の妹の松代と結婚する。1960年には、日本キリスト教団の補強試験に合格。日本キリスト教団の牧師として、 大隅聖功協会で、後には、榎本の公認として、聖功協会で牧師として働いている。1978年から1988年までは、日本キリスト教団総会議長を務めた。在任中の1984年、高級は、ホーリネス弾圧事件について、当時の教団当局の対応の誤りを認め、関係者と家族を教団総会に招き、 日本キリスト教団を代表して、ホーリネスの関係者に謝罪している。その後、社会福祉法人を道いろ会理事や学校法人、慶は学園理事長などを歴任。裁判年には高裁伝道書牧師を務めた。2018年12月23日、老衰のため96歳で逝去。ありがとうございます。